えー、こんにちは、速軸のです、まあ、YouTube を収入の軸にしたいという思いをお持ちの方は結構いるんじゃないかなと思いますそれは今から参入でも十分可能なんですよねしかし先行者利益と違って何をやっても当たる時代から今はきちんと自分の進む道をフォーカスしないと当たらない時代になってきましたいやきちんとフォーカスしても当たるかどうかわ分からないといった方が正確ですかね ただやっぱりね、何点かはこれをやったらうまくいかないよみたいなのはもうかなり明確になってきますのでそれをお話ししていこうかと思いますまずはですねまあ YouTube っていうのは顔出しするかしないかに分かれるんですけども今回顔出しする場合においてねこういうふうにした方がいいよっていうアドバイスになりますそれはですね今私がこうやってお見せしているこの画像何か気づきませんかそれはですね画面と自分の姿の感覚のことなんですよ割合のことですかね 通常、感じよく動画を見ていただこうと思うと、バストアップって言ってね、胸のこの辺りが映ってる状態、その上、そして頭が切れてない状態で撮影するとよろしいかと思います。そして、全体的に空間がある状態、背景が見える状態でお送りするのも非常に大事です。例えば、遠すぎたりとかね、近すぎてこんなんとかね、これはね、見てる人に阻害感や圧迫感を与えてしまいますんで、やっぱり普通の人と会話する距離、 まあ、ソーシャルディスタンスって最近は言うんですかねそういった感覚で動画を撮るカメラを構えるっていうのが非常に大事になってきますえそしてですねスマートフォンで撮影される方が多いと思いますけどもスマートフォンで撮影する場合は縦撮りではなくって横撮りにした方がいいと思いますそれはですね多くの方が映画とかテレビによって視聴することに慣れていますからこういったね横置きの画面に違和感を感じないんですけども 縦置きの画面にはかなり、ね、窮屈を感じるんですよつまり縦で撮影しちゃうとこのバランスっていうのはできないんですよ要するに全体の画面の5分の1ぐらいで人物があるっていうね形ができないんですよ縦にしちゃうとどうしてもね画面いっぱいに自分の姿が縦に映ってしまうとでバストアップならまだしももっと下から映ってしまったりするんですよねこれも非常にバランスが悪いんですよ通常私たちは人と会話をする時に胸から上ぐらいが見えるようになっているんですよね まあですので、そういったリアルな場面をいかに再現できるかということがあ一つのポイントになってきます。この今私がね、お見せしている画角といいますかね、えー、画面の割合を崩すとうまくいかない可能性が非常に上がります。そしてこういうのもうまくいかないですね。例えばね、ちょっとすいませんけどね。っちょっとずれちゃいました。こういうふうにね、カメラを 上から見るようなアングルですよね。これもうまくいかないです。スマートフォンで言うと、こういう風に撮っちゃう場合ですか。こういう風に撮ってもダメです。こういう風に撮ってもダメなんですよ。だからつまり、同じ目線で撮影することが大事なんで、その辺は三脚などを使ってね、上下のバランスをとってください。まっすぐ目の前のカメラの人に向かい合う気持ちです。実際私、 カメラがこうあるとしたらね、同じ目線の高さにいつも合わせてます。どんな時でもです。野外でも屋外でもです。例外的にそうならない場合がありますけども、ほとんどの場合そうなるように心がけてるんですよね。だからこの見栄えのこう重要性っていうことでお伝えできたかなと思います。もう一つなんですけども、音ですね。声が聞き取りやすいかどうかってことになりますんで、しっかりとはっきりと 大きめの声でちょっとだけ高い声を出して話すとよろしいかと思いますえそしてですね背あのざわざわしてる中で撮っちゃうとやっぱりねそれだけで再生を離脱すする可能性が非常に高くなっちゃうんですよあとはこの人の動画はやかましいなということで潜入感ができちゃうとすでにその URL をクリックしたくないような潜入感が人にはできてしまうんでね いつも聞きやすいなとかねいつも爽やかに見えるなっていうふうな先入観を与えていくことが大事になってきます。ということで付け加えるとしたら表情っててのも出てきましたよねやっぱりね男性に多いんですけどもしかめっ面でね真顔で話すよりも話す内容によってはねあの、まあ、こうやって手を使ったりとか身振り手振りを使ってみたりとかねあと笑顔でお話したりとか口を大きく開けたりメリハリをつけたり抑揚をつけたりとか。 っていうことが必要になってきますやっぱりねボソボソモゾモゾって聞こえるそういう風な声っていうのはあまり好かれないんですよ竹を割ったようなっていうと性格の話になっちゃいますけどもあこの人なら分かってくれそうだなという風な思いを発信することが大事なんですよねまあ、ですので自分の一番大切な人と楽しい時間を過ごしているような話し方といえばいいですかねそういう風に、えー、動画の方を作っていけばいいんじゃないかなと思います はいじゃあ最後にね私のまとめといいますかね今回の動画のまとめで一体何が言いたいんだっていうふうになった時にこれを思い出してもらいたいんですよ。動画であろうとも YouTube での顔出し動画であろうともこれ前目の前の人と会話するのと一緒だよってことなんですよ。あの人間がカメラに変わっただけで私たちが何か気持ちを伝えたいっていうのはカメラだろうが人だろうが同じことなんですよね。 まあですので、普段のコミュニケーションがそのまんま撮影の練習になると。そして、撮影をすることが普段のコミュニケーションの練習になると。この両面で考えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。うん、では、また皆さんと別の動画でお会いしましょう。いってらっしゃい。